侮れないのがこの56歳大ベテラン、位置取りは巧みであります。そして後方6番手1番福島の鈴木達也、最後尾が2番神奈川鈴木博と短期自在戦を選択しました。さあ3番手の位置から4番の川上が上がっていって3番布井を叩いていく。しかし布井もここは応戦していきます。3番の布井、4番川上が踏み合いとなって赤番周回に入りましたが、ここは4番の川上が出て番手の位置に入った3番布井がそこから踏み上げていって4番の川上を叩いていく。さあ打鐘が入りました。3番の布井と4番の川上、ここは3番布井がわずかに出て2番手に4番の川上がはまる格好になりました。アウトコースから7番武田が追い上げていって残りは1周です。さあ1コーナーで3番の布井の後ろに7番の武田がはまりますか。後ろからは5番の宮倉まくっていく。さらに外からは1番の鈴木達也だ。鈴木達也がまくっていって3コーナーで先頭に出ました。2番手が5番の宮倉勇、それから2番の鈴木博人になっている。短期の3者先頭2番手3番手4コーナー回って最後は2番の鈴木博人。2番1番5番でしょうか。短期の3者の決着となりました。第1レースの A 級一般競争です。早くから3番布井と4番川上の踏み合いがありました。最終バックではまくっていったのが短期の3選手、最後は外から伸びた2番の鈴木博人が鈴木達也をかわして2番1初日特選ではジャン先行しています。この佐々木、ここは新鋭の鈴木に格の違いを見せたい一戦であります。さあ上がっていく。つけるのは予選で鋭い差し足を見せました7番青森の成田直樹、そして短期6番山下茂樹がその北の2人に乗っていきました。4コーナーで前に出た2番の佐々木義則ですが、1番の下岡がすかさずそれを抑えていく。赤番周回1番の下岡が先頭です。5番の服部2番手、2番の佐々木が3番手に下がって、現在3番鈴木香織は6番手ですが、さあここから上がっていく。打鐘が入ります。前で合わせて踏んでいる1番下岡ですが、あっという間に3番鈴木が先頭に変わりました。4番柿沼2番手、その後の離されていて3番手が1番下岡翔也、残りは1周です。東京埼玉勢で逃げる形になりました。3番の鈴木が飛ばしている。マークは4番柿沼慎也、その後ろは4写真から5写真、相手1番の下岡翔也懸命に追っていきますが、なかなか差が詰まりません。3コーナーから2センター、先頭逃げる3番鈴木、マーク4番の柿沼には余裕がありそうだ。4コーナー回っていく。鈴木の番手から4番埼玉柿沼慎也です。4番の柿沼かまし先行、3番鈴木とのワンツーが決まりました。そして最後伸ばしてきたのが1番の下岡翔也でしたか。第2レースの A 級準決勝です。鈴木香織かまし先行の番手から4番の柿沼工作から3着でした。このバンクを走り慣れた強みを発揮したいところ。今日も島田の松山正和がついて6番3番は地元コンビです。さあ上がっていく。6番の大沼がアクションを起こしましたが、中段からは7番の高橋成秀が先に出ています。赤番の周回に入って、さあ6番大沼が前を叩いていく。1コーナーで大沼が出ました。3番の松山2番手、これで中段になった7番の高橋成秀、1番の山口翼は後方6番手に下がっています。打鐘が入りました。さあ赤番1コーナーからの先行となっている6番の大沼孝之だ。マークは3番松山正和、内を上がっていく1番山口に対して7番高橋がさあ発進して1コーナーで先頭に立った。最終周回1コーナー7番高橋先頭ですが、2番の上田がちょっと離れたか、しかし追いついていく。3番手懸命に食らいつく4番の金山英二、最終バックから3コーナーに向かっていきます。先頭は高橋だ。2番手2番の上田博和ワンツー体制で、そして後ろからは4番の金山、5番野間が上がってきた。先頭は7番の高橋ですが、外からは5番の野間司が来ました。最後はどうでしょうか。野間に一伸びあったか。第3レースの A 級準決勝、高橋成秀と野間司の接戦ゴールとなったようです。いや2センターあたりからの伸びは強烈でした。5番の野間司、
そして後方から4番愛知下岡勇気上がっていく。ここではその力を見せつけたい初日特選組の下岡に6番岐阜の林洋次がつく。中部勢が上がってきました。4番6番3コーナーで前を抑えました4番の下岡勇気、6番の林が続いて、その後ろに7番の中野智樹が続いていく。5番の道場明則は5番手に下がりました。今赤番の周回に入っています。5番の道場に視線を送りながら4番の下岡勇気がイエローライン付近を上がっています。5番の道場はまだ5番手の位置、2コーナーからバックストレッチ、さあそこから踏み出していきますが、前では合わせるように4番の下岡も踏んでいった。打掌が入って3コーナーから2センターです。4番下岡の先行体制、5番の道場が外から上がっていって4コーナーからホームストレッチ、前を叩けるか。残りは1周です。下岡勇気先行しますが、さあ1コーナーから1センター、5番の道場がまくって出ました。1番の高橋2番手の位置、その後ろ3番国広は離れた。最終バックから3コーナーに向かっていく静岡勢ワンツー体制だ。5番の道場、1番高橋、その後ろは3写真で7番中野が追ってきた。4コーナー回った。さあ番手の位置から1番の高橋龍太並んでかわしたか。最後は高橋龍太か。第4レースの A 級準決勝、道場は警戒されました。下岡勇気が道場に合わせるようにしてペースアップ、それを最終周回1センターでまくった5番の道場が高橋とともに抜け出して、さあ松田がその深沢を誘導の後ろに入れるのかどうなのか、入れません。アウトコース並走していく6番の深沢慎介、その動きに3番の佐藤正彦が乗りました。まずは3コーナーで6番深沢がインを切って、その後ろ続いていく3番佐藤、4番の金沢、さらには2番短期の梅原太一が4番手になって、7番の松田大は5番手に引きました。赤番の周回に入っています。さあ5番の松田大が5番手の位置で、前とは少し車間を空けていましたが上がっていく。松田大仕掛けていきまして、6番の深澤慎介を叩いていきます。打掌が入ります。7番松田のジャン先行になりました。2番手5番の渡辺健なんですが、インコースで深澤慎介粘っていくか、さらには2番の梅原太一もそこに参戦していったか、いや内をすり抜けていって2番梅原が先行体制、残りは1周です。1か8かの先行に出ました2番清水町の梅原太一、2番手は7番の松田大ですが、さあその位置からまくっていく。2コーナーから最終バック、後ろからは3番の佐藤正彦飛んできましたが、先まくり7番松田が先頭に変わって、3番佐藤と5番の渡辺並走している。2センターから4コーナー、先頭は7番の松田大、その後ろ3番の佐藤正彦、さらには4番の金沢浩二、松田に北日本勢が続きました。第5レース S 級一般競争です。梅原泰治があっと驚く先行を見せましたが、冷静にそれをまくった7番の松田大、松田の後ろには北日本勢が続いて7番3番4番か、あるいは7番4番3番となったか。関東ラインが前段で、中段に構える5番の山田、2番の荻野の神奈川勢、さあ短期の2人はどう動くか。まだアクションないまま3コーナーにかかりました。青番周回の2センターです。後ろをちらっちらっと気にする7番の三好圭一郎ですが、後方からの動きがありません。あ、内側スルスルっと上がっていった5番の山田浩二が7番三好圭一郎の後ろ、尾崎の位置を狙っていきます。さあ尾崎と山田が並走となりました。その後ろも6番小沼のインコースが2番の荻野悟、バックストレッチ打掌が入ります。さあ先行一車の三好をめぐって並走となってきました。1番の尾崎と7番5番の山田です。4コーナーからホームストレッチ、短期の2人は後方からその並走を見る構え。残りは1周、ペースを上げた三好圭一郎、番手の位置ですが5番の山田が取ったか。3番手に下がった1番の尾崎、その後ろの並走は2番の荻野と6番の荻野、ここはまだ決着つきません。それから4番の春日、最後尾が3番真田明、2センターから4コーナー、先行体制7番の三好、番手から5番の山田浩二が伸びていきますが、7番5番の順、三好圭一郎が先行策から押し切りました。人気に応えた三好圭一郎、しかしその番手の位置を尾崎から奪った5番の山田浩二が2着に入ってきています。7番5番の順となりました。3着が1番の尾崎隆でゴール体勢75
村上拓磨を連れて倉野が上昇。南関勢を通り過ぎて関東ライン7番の相川のところまで倉野が上がっていきました。ここで誘導退避。しかし7番の相川が突っ張って倉野は後方6番手にまで戻ります。前受けからの先行となっていくでしょうか。7番の相川英吾チラッチラッと後ろを振り返る。中段は1番武田健介で変わらず上がっていった6番倉野が6番手の位置に戻りました。残り2周を切っています。さあバンクの上の方まで上がっていってサイドアタックしていく6番の倉野龍太郎だ。2コーナーからバックストレッチ打掌が入ります。さあ打掌の3コーナーから2センター7番の相川と6番の倉野が並んでいきますが、ここはサイド7番の相川が突っ張って先行体制変わりません。あった落車3番車村上拓磨落車転倒。残りは1周です。先行は7番の相川英吾、番手は5番の磯田明、その後ろが2番の田村正宏で南関勢がその後ろからまくってくる。6番の倉野龍太郎は6番手交代中。3コーナーから2センター、先頭は7番の相川だ。相川の番手から5番の磯田踏んできた。4コーナーまた磯田明が7番の相川に並んでかわしたかどうか。5番7番7番5番この両者接戦となりました。第7レース S 級選抜戦です。最後は人気の2人磯田と相川の接戦、そしてその3番手2番の田村正宏が少し離れてどうでしょうか。しかしそれでも3着粘ったか。リプレイからスーパースローに切り替わります。伊東温泉競輪4月の F1 ティップスター杯の2日目はいよいよメインカード S 級準決勝の時刻となりました。まずは1組目の第8レース、対戦メンバーがスタート位置についたところです。伊東の33バンクを6周回 2025m で争われます。それでは対戦の7名紹介していきましょう。1番和歌山四季尾拓也、2番は茨城山岸啓太、3番千葉染谷幸喜、4番兵庫の松岡健介、5番は埼玉岡光義、6番神奈川島津拓也、そして7番三重の谷口良平、以上のメンバーです。先頭誘導員は中井達夫選手が務めます。細切れ戦です。関東勢山岸岡の2番5番、近畿コンビは松岡健介に四季尾拓也です。そして難関が染谷島津3番6番で、あとは7番三重の谷口良平が短期。第8レース S 級準決勝スタートを切りました。まずは2番の山岸啓太から出ていきます。1番の四季尾拓也は2番手の位置、5番の岡光義、3番の染谷幸喜と続いて少し間隔空いて5番手4番松岡健介です。6番の島津拓也は6番手、最後尾から行くのが7番三重の谷口良平。第3コーナーにかかります。第8レース S 級準決勝、人気は7番の谷口、1番の四季尾と初日特選組が集めました。また3連単ではこれに松岡が絡んだところが人気となっています。レースは2周目、2番茨城山岸啓太が誘導員の後ろです。逃げてもまくっても強い自力のバリエーション豊富な山岸であります。マークは5番埼玉岡光義で、2番5番は関東2社の連携です。4番兵庫の松岡健介は3番手の位置、レース巧者の松岡、昨日は先行屋の三好選手をホームで叩いて勝ち星を挙げました。その松岡とコンビを組むのが特選組の1番和歌山四季尾拓也、近畿コンビが3番手と4番手に構えています。5番手は3番千葉の染谷幸喜です。予選では前受けから突っ張って出て2着とレーンに絡んだ染谷、6番神奈川の島津拓也は自力を封印してここは染谷の番手を回ります。3番6番南関勢、そして最後尾7番手が7番三重の谷口良平です。初日特選で先行したこの谷口にこの準決勝はラインがありません。ここは短期で自力勝負、まずはこの位置に構えました。
2対2対2対1の格好、第8レースの S 級準決勝です。残り3周を切ったところから5番手3番の染谷幸喜が上昇していきます。6番の島津が2番手、そしてその後ろ7番の谷口良平続いていこうとしているんですが、それを牽制している中段の4番松岡健介、松岡が先に上がっていって誘導対比の3コーナー、2番の山岸を抑えるのか抑えない、最後尾からスルスルっと上がっていく7番谷口良平が3番手になって、松岡健介その後ろ4番手になりました。そしてこの後方から3番の染谷幸喜が上がってきて、赤番周回1コーナーで2番の山岸を叩いていく。さあ3番の染谷が出ました。6番の島津、そして3番手が2番の山岸啓太で、後方になった4番の松岡健介の巻き返し、打掌が入りました。さあ松岡が打掌の2センターで前、3番染谷幸喜を叩きました。1番の四季雄拓也続いている。松岡今日も先行作、残りは1周です。近畿コンビの主導権、3番手は3番染谷幸喜、その後ろから7番の谷口雄平、短期でまくっていく。2コーナーから最終バック、さあ逃げる4番松岡をまくって短期の谷口良平が捉えるか。内をついては5番の岡光義上がっていった。2センターから4コーナー、まだ先頭4番松岡だ。先頭松岡、この後ろから1番の四季雄が迫った。松岡健介が思い切って先行していきました。その番手1番の四季雄拓也が最後の直線では伸びて松岡をかわしたか。松岡が逃げた後ろはもつれました。番手の四季雄に対して内から迫った5番の岡光義でしたが、これはどうでしょうか。スーパースロー、勝ったのは1番の四季雄拓也、2着逃げた4番の松岡健介が残って、1番4番近畿ワンツー、そして3着なんですが5番の岡光義か、7番の谷口良平は外懸命に伸ばしたんですが3着には入ってきていないようです。1番4番5番の順とお伝えします。後ほどの審判からの放送でご確認ください。第8競争でした。レースを迎えました。サンサンバンクを6周回 2025m で争われます。対戦メンバー紹介していきましょう。1番茨城芦沢大輔、2番富山の宮越浩二、3番は奈良中井大輔、4番福島山崎義人、5番和歌山東口義智、6番三重の神田亮、そして7番兵庫村田正和、以上のメンバーです。先頭誘導員は田中貴彦選手が務めます。3番中井、5番東口、そして7番の村田と近畿は3社のラインです。中部勢が6番神田と2番の宮越、あとは4番福島の山崎義人に1番茨城の芦沢大輔が続きます。第9レース S 級準決勝、スタートが切られました。まずは内から1番車芦沢大輔、いや2番の宮越浩二が出るか、この2人のスタートの取り合いとなりました。3番の中井大輔は3番手、4番手が5番の東口義智です。そしてすぐ後ろに7番の村田正和、6番手は6番神田亮で、最後尾ポツンと4番の山崎義人。まずはこういった序盤戦です。前は1番の芦沢大輔が取りました。2センターから4コーナー、第9レースの S 級準決勝は人気が割れました。山崎から芦沢4番1番、東口への4番5番、5番4番、東口からですと中井への5番3番、村田への5番7番と近畿勢が売れています。レースは2周目、4番福島山崎義人が誘導員の後ろに入りました。ここ伊東温泉では F1、G3、そして G2 と4度の優勝があります山崎。初日特選はまくり上げての3着でした。その空いていた番手の位置を1番茨城の芦田達弘が取って、芦田大輔が取って、東の即席コンビ4番1番です。6番三重の神田亮は3番手です。昨日は地元土屋選手の牽制を乗り越えてまくりきる力強い走りを見せました。マークは2番富山の宮越浩二、6番2番は中近勢、中段に構えました。そして
後ろ攻め5番手の位置が3番奈良の中井大輔です。予選第11レースを逃げて勝った中井大輔につけるのはマーク校舎特選メンバーの5番和歌山東口義友、そして7番兵庫の村田正和が今日は中井ラインの3番手で連携していきます。近畿勢後方で3番5番7番、前から2対2対3の3分戦となりました。第9レース S 級準決勝です。残り3周を切りました。4番の山崎が正攻法、さあ5番手から3番の中井大輔が上がっていく、中段からは6番の神田亮も出ていって、さあ先手の取り合いだ。誘導が離れて4番の山崎を抑えようという6番の神田亮ですが、ここは山崎突っ張るか、いや強引に抑え込んでいった6番の神田亮です。続いて2番の宮越浩二、中部勢が前に出て、そして今度は後方から3番中井大輔一気の上昇、第一センターから2コーナー、前の6番神田も踏んでいますけれども、それを叩いて3番中井が打掌から先手を取りました。さあ中井大輔出ていった、5番東口、7番の村田、近畿ラインが前にできるか、6番の神田亮は3番手のインコース、残りは1周です。逃げる3番中井大輔、さあ後方から4番の山崎義人まくってきた、第1センターから2コーナー、それに対して5番の東口がブロックして、さあバックストレッチ踏み上げる、5番の東口、4番の山崎、この両者並走となりましたが、東口出ました、山崎は後退していく、4コーナー回った、先頭は5番の東口義人、その後ろ1番の芦澤大輔伸ばしてきましたが、5番1番か。第9レース S 級準決勝です。中井大輔が先行してまくってきた4番山崎に対しては、中井の番手東口がブロックしました。そしてそのまま前へと踏んでいった5番の東口義友が先頭でゴールを駆け抜けています。その東口に懸命に迫ったのは山崎の後ろからの1番芦田大輔でした。5番1番の順、3着どうでしょうか。うちには7番村田正和、外4番の山崎義人なんですが、5番1番とゴールした後ろはどうやら7番村田が体勢有利、5番1番7番の順でゴール線を通過しています。4番の山崎義人は敗れました。後ほどの審判からの放送でご確認ください。第9競争でした。第9レースを勝ち上がったのは和歌山の東口義友選手と茨城の芦澤大輔選手です。そして3着で後の結果を待つのが予選2着だった兵庫の村田正和選手に変わりました。ティップスター杯の2日目は S 級準決勝の3つ目、ラストカードの第10レースを迎えています。33バンクを6周回2025m で争われます。それでは対戦メンバー紹介していきましょう。1番千葉の岩本俊介、2番は三重伊藤裕樹、3番宮城の竹内智彦、4番岐阜の川口幸太郎、5番は奈良三谷誠二、6番青森坂本周希、そして7番地元静岡岡村淳、以上のメンバーです。先頭誘導員は望月一生選手が務めます。3者となるのは中部近畿ラインです。2番の伊藤、4番川口、そして5番の三谷。南関東勢は岩本俊介、岡村淳の1番7番、あとは北の2人で6番坂本、3番竹内。体制完了。最終第10レース S 級準決勝スタートが切られました。まずは1番車岩本俊介から出ていきます。続いて2番の伊藤裕樹、その後ろは4番の川口幸太郎です。5番の三谷誠二が4番手、7番の岡村淳、3番の竹内智彦と続いて最後尾が6番坂本周希。第3コーナーにかかりました。第10レース S 級準決勝です。圧倒的な人気となったのは南関東勢、1番の岩本俊介、7番の岡村淳、1番7番7番1番というところが2車単では人気となっています。レースは2周目、1番の岩本俊介が先頭誘導員の後ろを取りました。2番手に入ってきた7番地元静岡市の岡村淳です。初日特選でも連携した2人が圧倒的人気となりました。岩本ここはしっかりとできて人気に応えたいところです。1番7番難関勢が前段、
3番手は2番三重の伊藤勇樹。当地2月の開催では準決勝先行しましたけれども、末を欠いて決勝には進めませんでした。今度こそはと挑むこの第10レースです。4番岐阜の川口幸太郎が伊藤につけて、さらにその中部勢の後ろに5番奈良の三谷誠司が続きます。2番4番5番中部近畿ラインが中段を取っています。そして後方6番手の位置が6番青森の坂本周希。伊藤とは同期で同い年であります。ライバル意識を勝利への原動力に変えたいこの坂本には、初日特選組のマーク校舎3番宮城の竹内智彦がついています。6番3番北の2人が後ろ攻め。2対3対2の3分戦となりました第10レース S級準決勝です。青番の周回に入りました。中段3番手で後ろを振り返る2番の伊藤勇樹。まだ6番坂本周希は動きを見せません。誘導の後ろ1番の岩本、さあ3番手から先に動いた2番の伊藤勇樹だ。伊藤勇樹がインを切りました。4番川口、5番の三谷、中近ラインが前と変わって、中段に下がった難関勢、そして後方のままが6番の坂本周希。赤番の周回に入りました。さあここから一気に上がっていって、6番坂本が先手を取りました。3番の竹内智彦と北の2人で逃げていきます。2コーナーからバックストレッチ。3番手少し前とは車間が空いていく2番の伊藤勇樹。そしてさらに遠い位置となっているのが1番の岩本俊介だ。さあ一か八かの先行策、6番坂本周輝が逃げていく。4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。坂本周輝の思い切った先行策、マークは3番竹内智彦、北の2人で逃げていって、さあ差を詰めてくる2番の伊藤勇樹、さらに後方からは1番の岩本まくっていく。最終バックから3コーナー、あっという間に先頭に変わった1番の岩本俊介だ。2番手続く7番の横村淳、おっと落車は2番車、伊藤勇樹。4コーナー回った、先頭は1番の岩本俊介、後続を突き放してゴールイン。2着はどうでしょうか。3番竹内と4番川口が伸びてきていました。7番の岡村淳は岩本からは離れてしまって、これはどうでしょうか、敗れてしまったのか。第10レース S 級準決勝、落車転倒のアクシデントがありました。2センターで2番の伊藤勇樹選手が落車転倒、今係員が救護に向かっています。リプレイが出ていますが、1番の岩本俊介、最後は一人旅、そしてその岩本に遅れて5、6車身もっと空いたでしょうか。3番竹内、4番川口あたりが2着接戦となったようなんですが、内が3番の竹内智彦、外4番の川口幸太郎、あこれは2着3番竹内、3着が4番の川口とお伝えしていいと思います。その後ろに7番の岡村淳でした。ゴール体制は1番3番4番の順となったようですが、このレースはご覧のようにアクシデントがありました。後ほど審議が行われます。審判からの放送をお待ちいただきたいと思います。第10レース S 級準決勝の模様でした。10レース準決勝1着千葉の岩本俊介選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。前受けからのレースでしたね。そうですね、なるべく中段が良かったんですけど、やっぱり前取らされる可能性もあったんで、その辺は淳さんとも考えて中の一つだったんで、まあ、前受けからになりましたね。その中で昨日との、ご自身の足の感触どうでしょう。そうですね、結果とはまた違くて、昨日の方がいい感じがして、まあ、今日は外風も吹いてたし寒かったんで重かったと思うんですけど、まあ、でもそれなりには出てるかなと思います。前とすごい距離があったように見えましたが、どうでしたか。そうですね、ただもう坂本が2周でかなりのハイペースで行ったんで、まあ、垂れてくるっていうか吸い込まれてくるっていうのはなんとなく今までの経験で分かったんで、そこはすかさず行けましたね。相変わらず好調を維持していますね。そうですね、まあ、練習やった分だけは出てるかなって思いますね。スタジオの誠くんもあれですよ、練習は強いんだけれども、それよりももっと競争は強いって言ってましたよ。本当ですか。はい、玉子さん昨日岩本得意の展開やりすぎだって言ってたんで、今日ちょっとバレちゃってたんで、じゃあ孫さんのせいですかね。そういうことですね。はい、それでは明日の決勝へ向けてですね、ファンの皆様にメッセージをよろしくお願いします。はい、今日はちょっと淳さんと決めれなくて残念だったんですけど、その分も決勝で一生懸命走りたいと思います。また応援してください。お願いします。
1着おめでとうございました。ありがとうございました。